ミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、今日はですね、何ですか、何をやるかと言いますと、はい、コンビニで1万円稼ぐ。私たち一回やったんですけど、ちょっといろいろあってボツになってしまったので、まあね、2回目の挑戦なんですけど、動画ではね、初公開ということで、絶対に旅切って見せます。はい。じゃあ商品をここに出しましょう。はい。はーい。うわーい。こんな幸せありますかー。そんなこと言ってるの今のうちだぞ。なんか、その子なんか少なく感じる。なんか、はるか少なく見える。嘘。そこだよ、はるか。うん。マホも少なく感じるよ。嘘。あ、なんか1個が多くなってないの、うん、やばいね。でも3人で1万円を達成したことはまだないので、そうだね、やったことないので、初挑戦なので、いただきます。頑張ります。いただきます。楽しみ。やっとみんなでジュース乾杯しよう。いいよ。乾杯。みんなと一緒。私はね、もうね、時間との戦いだと思うんですよ。満腹になる前にかき込む。私はまあまあ体の健康を考えてると、あと味が美味しそうだったね。多分これ新発売だよ。蒸し鶏と卵のバンバンジーサラダです。タレが美味しそう。プリプリ濃いめのサラダです。鬼辛担々麺。これセブンさんです。初めて食べるから楽しみだな。普段やってるんですけど、かけるチーズとサラダ、うん、用意するじゃないですか。で、かけるチーズかけます。贅沢食いです。そう、贅沢食い。それでサラダに入れるの。なんかそうするとすごいね、幸せな気分になる。皆さんはコンビニの商品だったら何が好きですか？私は焼き鳥系が好きなの。わかるよ、わかるよ。あとまずさ、コンビニの何が好きなの？ローソンとか。どこが好きか、うん、あのね、正直本当に選べないっていう気持ちなんだけど、なんか物による。何々だったら何々よ。あー、ホットケースは、ホットケースはローソンかな。うん、多分なんでホットケースがローソンがいいかっていうと、やっぱ唐揚げくんがあるからなんですよね。唐揚げくんいいよね。イヤホンガンガンゲームも見てください。あのね、ローソンの焼き鳥でかいんだよね。わかるわかる。え？常温ですか？うん、でも美味しい。はるかはローソンが好きなの？うん。ローソン一択です。ローソン一択です。完食。うん、早っ。ローソン生ハム。じゃあこのお肉から担々麺いただきます。辛いのかな。うまそう。なんか結構薬膳っぽい味が強いかもしれない。鮭とイクラのご飯いただきます。美味しそう。これね、チンしすぎてイクラがね、もうイクラじゃなくなっちゃったんだけど。もうイクラね、大好き。うん、うん、イクラ大好き。なんかこの自分の今のお腹の感じがなんか怖い。わかる、わかる。ちょっとお腹空いてないんだよ。うっそ。でもそういう日の方が食べれたりしませんか？マジ、うん、こんな未来を恐れてご飯を食べたくないよ。完食。豚しゃぶもやしみたいな。これめっちゃ好きなんですよ私。やばい、結構このピリ鬼辛が来てる。早速、うん、早速いきます。唐揚げくんのなんか新しく出てたんですけど、ニンニクダレ、スタミナニンニクダレ。うまそう。やばい、めちゃめちゃうまそう。何個入れるの？わかんない、デカって書いてある。デカ、めっちゃデカいね。デカ唐揚げくんだって。匂いがやばい。でもこんな感じ。うん、美味しそう。うん、香ばしそうな匂いがした。うまっ、うまっ。これ
先に食べます、うん、やばい、まだよ。あーしょ、やばい、うち味濃いものしかない。もう来てる、うん、8割。待って、マジか。いやー、ね、マホ、これもあるの。そう、忘れてた。ごちそうさまでした。マホね、豆乳の紅茶大好き。もう来てますね、最悪。あ、でも早く大物はもうないわ。ちょっと待って、琴音見ると元気出るわ。琴音の材料見てよ。その前のお弁当めっちゃ食って最後まで苦しんで食べようと思って。学びませんね、この日。学びません。こいつ忘れてた。家にこのやつ、あのさ、デザートってマジ最後に持ってると本当に終わるよね。あの甘い系のやつ今食べるのもありかもしれない。でもさ、だからといってさ、主食を最後に持っていくのもあれなんだよ。やばいよね。どっちが正解なんだろう。人生の終わりのような顔してます、隣で。マジにやらかし。お家持って帰りたい。ね、お家持って帰りたい。まだ美味しい、まだにいるんだけど。まだ美味しいけど、クリームめっちゃ美味しい。うちもね、まだ美味しいとは思える。いただきます。もちーつ、うん、待って、美味しいけどめっちゃ重いね。重いね、重そうだね。今駅に50来た。やばい、急に吐くになっちまう。コンコ、うん、いただきます。だんだん来てる、だんだん来てる。お腹来る前に食べなきゃ。ゼリーいきます。ゼリー救われる。私興味本位でバッシー買ったのが、ね、まあ嫌だとさ、鼻でズーンって入れたくならない。うわ、モンバット。カスが終わりました。すげー、担々麺食べ終わりました。汁はちょっとすいません。あ、徳ちゃんの麺終わりました。でも、もう麺はないんで。完食。さあ、次行こう。例えば一番の A メロ、その専門じゃなくてまだ言えないんですけど、音楽をやるっていう立場に変わってから聞き方とか見え方がすごい変わったんですけど、まあ今でも韓国版めっちゃ可愛いんですけど、日本語も素晴らしいんだってことを感じました。はい、食べましょう。ちょっと汁は失礼します。大丈夫？大丈夫。肩が死んでる。もう来てます。あ、でも相手の肩が結構ハーゲンナッツ。まさかの重い。うわ、うちバッシュやの忘れてた。最悪。マジ元気出ました。頑張ります。元気出るの一瞬すぎでしょ。あとはね、両手で絡んだ動画が出ました。我の幸せの時間。悪魔や、悪魔や、これこそ悪魔。いいじゃん。でもこの後はないことに何かしたけど何も浮かばないわ。なんかさ、何もできないよね。ちょっとバスチー食べたいんだよね。喜んでくれるかな。喜んでくれるよね、ことね。うまっ。なんかおかえり。待って、食べたらめっちゃうまいんだけど。今欲しいものないの？今欲しいもの毛布なんだけど。私も毛布だわ。今めっちゃ冷めんだけど。あと靴。わかる。靴欲しい。カバン欲しい。みんなでお揃いの靴が欲しい。あとは時間。消えてます。睡眠時間も欲しいです。夜の時間が長くて欲しい。わかる。夜めっちゃあっという間じゃない？うん、
まほ夜好きなんだよね、うん、だからさ夜の時間もうちょっと増やしてほしい。なんかあと旅行行きたい、うん、夏、うん、夏ね、お化け屋敷も行ってディズニーも行ってプールにも行って花火大会も行ってお祭りも行く予定だったんですけど、うん、1個も行きませんでした。どういうことこれ。どこも行かないの慣れたわ夏でもなんか何かとさ 1,2 年は行けないかもしれない、うん、その分ちょいちょい楽しい思いはしてるから、うん、違う意味で楽しい、ね、夏っぽいことはしてないけど、うん、でも正直このチェゴをやってる活動自体が魔法は幸せっていうか楽しい。わかるわ。なんか家なんかチェゴに会ってないとなんか鬱っぽくなるんだよね、うん、みんなこれ3人ともなんだよ。そうでもみんなに会うとなんかもうそんなのファーって鬱がファーって消えて楽しくなっちゃう、うんうん、はい私はあとこれだけ。頑張れ頑張れ君が頑張れ君は頑張れ。あうちあの豚しゃぶもやし食べ終わりました。やっとだね、うん、あのちょっと汁はごめんなさい。あ、待って、嘘でしょ？みかんゼリー終わっちゃってた。気づいたら終わってた。気づいたら終わってた。このもう、手置き。この野菜スティックも終わりました。嘘、みかんゼリーなかったらうちどうやって生きていくの。ヨーグルト飲み物ですか。魔法完食。おめでとう。おめでとう。ごちそうさまでした。待って、うちお茶なくなってるんだけど。つらい。お茶、私お茶完食してました。うわ、お茶飲んでいい？あるかも。食べたくない。いいよ。レモンだよ。うまいよ。うちがお茶もらったので。え、ありがとう。うちがお茶もらったので、はるか完食。ありがとう。まほとはるか完食いたしました。頑張って頑張って頑張って。頑張れ。え？鳥間頑張ろう。とりあえず野菜完食する。そうね。野菜完食。おめでとう。おめでとう。飲み物はいけんだよ。飲み物は完食。ありがとう。はいよ。油も取れたところだと思うので。はい。食べてみようと思います。いただきます。はい、頑張れ。油取ったの正解だわ。お水マジ、うん、結構取れたんじゃない。水餃子みたいな感じじゃない。うん、水餃子。うん、それ何ですよ、はるか。水餃子これ。あれですね、運命の瞬間まで。そう、ね、ごちそうさまでした。無事1万円分完食しました。チゴはやると言ったらやるんだよ。はい、みんな頑張りました。以上、チェゴでした。バイバーイ。ヤッホー、ことねです。みんな今日も見てくれてありがとう。いやもう本当に辛すぎて、もう本当に辛すぎて、もう二度とやりたくないけど、またやるのかな。じゃあまたね。